をしようってメイクをしなきゃいけないんですけど、なんか配信しながらしようかなって思ったところだったので、配信を見てアンパンマンてて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 、アンパンマンです。アンパンチ、あ、逆ですね、アンパンマン。もし、なんだっけ、くじけそうになって、違うな。もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ思い出せはい、いいことだけ思い出すってやつ。仕事に戻るね、バイバイキン、バイバイキン。全然進まない。え、これ以上進むの？これ以上進んだりするんですか？こんにちは、こんにちは。ジャマーネさんの年収は100億らしい？マジ？何で？アンパンマンで儲けてるの？本当ですか、それ？こんにちは、こんにちは。お仕事の合間に来てくれたんですね、ありがとう。これちょっと逆にした方がいいんじゃない？やっぱり今日はそんなにメイクしなくてもいいんだ。だからいいんだ。クマくらい消しておこうかしら。
ういうピンなんか衝動買いしちゃう。お顔見れて嬉しい。こんな顔だけどこんな状態ですが、すいません。まあそんな別に別人級にメイクで変わるわけではないんです。私はきっと分かんない、人によっては分かんないって言われるかもだけど、そんなにね。だからまあお顔は見れて嬉しいって言っていただけて嬉しいです。そんなことないよ。何が？カバはカバ何？カバとかウサギとは喋ってるのに、なんでチーズは喋れないんだ。ああ確かに、カバオくんでしょ。確かにね、なんでだろうね、なんでだろう。カバオくんとさ、あれ、ウサギって誰だっけ。ウサギあんま分かんないな。カバオくんくらいしか分かんない。あとゾウさんいるよね。私はメロンパンナちゃんですかね、推しは。メロンパンナちゃんかロールパンナちゃんですね。可愛いですね。メロンパンが好きなので、やっぱりメロンパンって美味しいですよね。ロールパンナはメロンパンナのお姉ちゃん。皆さん今日はもうお仕事の方もいたみたいですね。一瞬だけなんか始まったぞって思って通知で見に来てみて、じゃあ仕事に戻るねって言って戻っていった人が何人かコメント欄でお見受けできましたが、こんにちは、こんにちは。何ですか？かわいい。頑張ってね、お仕事。頑張って。この時間にショールームを始めるなんて本当に珍しいの。
ふわふわです。あ、これですね。さっきからみんな羽とかなんかたまに言ってるのなんだろうって思ったらこれね、肩から羽生えてるって。羽が生えてる、羽が生えてる。アイラインがあんまり出なかった。デリリリチャチャデリリチャチャデリリ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 リ。やっぱり今も無意識に夢品公園の曲を歌ってた気がするんですけど、夢品公園すごい好きなんですよね。唐突ですが、なんか夢品公園で私は劇場でパフォーマンスする楽しさが、なんか楽しさとか なんかもう一つステップアップできた気がしっかりなんかした感じなんですよ。あの公演すごく良かったなって。やっぱ先輩と一緒にやれたのも大きいですよね、こんにちは。どうもありがとう。先にチークを塗ろうかな。チーク、あ、チークブラシ置いてきちゃった。じゃあ塗れないね。はい、じゃあ塗れないね。手でいけるかな。手でいけるもん。
いいね、わらび餅食べたいです。わらび餅ドリンク飲んだことありますか？わらび餅ドリンクって本当に美味しいんですよ。タピオカドリンクが数年前に流行ったじゃないですか、あれのわらび餅版みたいなやつ、あれ美味しいから。古町とかにあるよね、わらび餅。わらび餅そうだよ。でもあれチェーン店だよね、普通に。だからなんか、あとなんか天使みたいなわらび餅屋さんある。新潟にもちょっと前からできてたんじゃないか。なんか兵庫に行った時もわらび餅ドリンク飲めましたね。わらび餅食べました。別に兵庫のやつじゃなくて普通にチェーン店そうなんですよね。最近わらび餅食べてない。やっぱわらび餅って思い出した時に食べたくなりますね。でもわらび餅っていうか、やっぱわらび餅ドリンクが好きなんだよね。わらび餅ドリンク、抹茶とか好きですね。あとさ、またちょっと変わっちゃうけどさ、あんまり普段タリーズ行かないんですけど、タリーズのさ、なんとかスタみたいなやつめっちゃ美味しいよね。なんかスタバはさ、フラペチーノじゃないですか。フラペチーノも美味しいけどさ、フラペチーノってその氷と一緒に混ぜてるから割とさっぱりした感じというか。でもそのなんとかリスタか、タリーズのなんとかリスタはさ、なんかほうじ茶リスタかな、抹茶とかもあるんだけど、なんかそのリスタシリーズがすごく美味しいです。なんか味が濃いです、濃厚って感じ。久しぶりにつけるマスカラ下地、最近使ってない。ほうじ茶リスタ、そう、ほうじ茶リスタ、ほうじ茶リスタとの出会いは本当に普段全く自分で自らタリーズに行くことが少ないんですけど、確かおしゃべり会、しかも東京のオフラインおしゃべり会で、なんか差し入れでスタッフさんが買ってきてくださって、それをいただいた時に世の中にこんなに美味しいものがあるんだってもうびっくりしたんですよ。しかもなんか細かいチョコみたいなのが入ってるのも食感がすごい良くて、もうリスターだって思った。やっぱ世の中リスターが回してるんだろうなって、もうそこまでね思いました。そのくらいの息です。リスタリスタリスタタタスタスタスタタタラスタスタスタ
タラスタッタッタラスタスタスタンタラスタッタッタン。やばい、頭おかしいやつになってるぞ。こちらも久しぶりのウォンジョンよ。かけるシピシピダイヤモンドアイライナー03メープルティー。あんまりこういうグリッターを使うことが少なかったんですけど、最近また復活したんですよね。ということで久しぶりにこれをつけてみようってなった。おーいいね。なんかつけ方がね大事なんだって。私は今まで買っただけで満足してつけ方がよく分かってなかった。ちょっと前までもうちょっと目頭の方につけてたんですけど、最近はこの真ん中よりちょっと外側につけることによって、しかもそこにしかつけないことによって涙袋がぷっくりキラッとすることに気づいたんです。もう一つのお気に入りはこちらの白のやつ。剥げてますね、もう文字が。ミュードドリーミーグリッター、こちらも03番。03番選びがちなんですかね。ドリーミーグリッター、今日超ナチュラルメイク。あ、待って、マスカラ下地のままだった。マスカラを塗ってみよう。なんか画面の明るさが明るく暗くってなんかちょっと見えないですね、私から。これどうしたらいいんだろう、わかんないや、わかんないや。はぁ、そうですよね。なんか始めた時よりも明るさに異変が出始めた、私の画面の。これどうしたらいいの、やばいやばいこれどうしたらいいの、なんでなの、どうしてなの、なんでどうして、科学のお話っていう本を小学校1年生の時に読んでました。全部読み切ってないな、あれ。なんでなの、どうしてなの、どうしてなの、一体全体どうしてなの。こんな感じ。ってかさっきから私何喋ってんのか一言も理解してないまま過ごしていた。ハイライト大事ですね。
に今ありません。ここに今ありません。ないです。これで一応軽く外に出れるくらいにはなりました。あーどっこい。ヘアアイロンないです。前髪を切りすぎた、前髪を切りすぎた。はあ、こんな感じでメイクは、顔はまあ今日はこんな感じでやって生きていく。眠そう、眠くはギリないですけど、でもなんか寝れるっちゃ寝れるかなっていう感じかなって感じかなって感じって感じ。これ水族館で買ったのジンベエザメ。ジンベエザメ、なんかチーク塗りすぎちゃったよね。そんな気がする。やっぱりブラシをちゃんと使うべきですね。でもだって、でもだってブラシとかさなかったからさ、しゃあないしゃあないって思っているよ、いるよってね、そんな感じだよってね。画面なんでさ急に暗くなったんだろう、もう分かんないですよね。どうしてそうなったの。特に変わりませんでしたね。あんまり後でちょっとの時間だったけど、こんな感じでメイクをしながら何を話すわけでもなく配信をしましたとさ。じゃあ皆さん、お仕事に集中していただくか、お休みの方は休んでください。壇上の方やぼうかな。13位タランボさん、12位つとむさん、
11位ウエストライフさん、10位ダメ男さん、9位マックスさん、8位まじめちゃんさん、7位ポンタさん、6位デーデーンさん、5位リュウマさん、4位モリさん、3位カンクロウさん、2位おしょうさん、1位ひよぽんさんです。ありがとうございました。それじゃあまた、バイバーイ。